ルカーフォーミュラ YouTube グルービオンご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。お待たせいたしました。ここからのお時間はスーパーフォーミュラ監督トークをレースアナウンサーのピエール北川さんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構湿気が強くてみんなこう髪がうねにしてますが、ピエールさんのここはご健在ですね。シャキーンって感じですね。はい、はい、もうとりあえずカツラなんでこれね。はい、という誰も突っ込まないですね。何ですか。いや、カツラなんですけどねって言ったら誰も突っ込まないんで。誰もそう思われてんだと思って、ずっと突っ込みたくて仕方なかったんですけど、すいません、すいません。はい、結構あの視聴者の皆さんコメントで、結構ピエールさんのダウンフォースどうですかとか、いろいろね、いろんなコメント、石浦さんのダウンフォースよりは僕は少ないと思いますから大丈夫です。はい、ということでですね、早速ですね、今回の監督トークのゲストの皆さんご紹介したいと思います。はいはい、まずは KCMG の増田杉雄監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、B-MAX レーシングチームの本山聡監督です。本山聡監督、はい、お願いします。お願いします。まあ、今日は、朝からですね、結構そのコース上というかレースの進行が大幅に変わってますけども、はい、今一応現地の状況なんですけど、まあ、なんとかスーパーフォーミュラライツレースができそうな感じ。そうなんです。だからこの瞬間今ですね、スーパーフォーミュラ関係者はそわそわしてると思いますよ。そういうことですか ね、 ね、 今やれるじゃんみたいな。はいはいはい、俺たちやろうか。実際結構霧が出てるんですけど、まあ、風も強いんで、はい、状況によってはすごく霧がなくなったりとかね、そっかそっか、していて、まあ、その運営うまくできればいいなって思いますけど ね、 でも多分霧が晴れてる時って昨日の予選みたいにピンポイントの可能性ありますよね。はい、ああそっか。本当にその瞬間瞬間ね、山の天気ってもう、はい、分単位で変わっちゃうから、はい、不思議な感じです。波がありますね、本当にコロ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 。さっきまでね、視界良かったですけど、ね、一気に見えなくなったりとね。はい、まあでもあのね、何度ももう皆さんにお知らせしてると思いますけど、はい、早速今日はね、フリー走行がまずキャンセルになっちゃったので、うん、そうなんですよね、スーパーフォーミュラの、はい、一応タイムスケジュールだけお伝えしておくと、はい、この後14時からですね、20分間の フリー走行に、今度はそこに振り分け、今度振り返られて、でスタート進行の中にちょっとボリュームアップしたフリー走行を入れた後スタートするってい う、 そういう感じに変わりましたんでね。はい、ありますので、まあ、ちょっとね、時間がまあこう経っていくと、またスケジュールのも変更したりとかするかもしれないので、はい、まあ、ぜひ SNS だったりこちらの配信だったりで、今日のスケジュールですね、確認していただければと思います。はい、チェックしてください。よろしくお願いします。さあ、ということでね、注目の、まあ、はい、監督トークショーで、そうですね、この2人、この2人がこうやってトークショーするっていうのもなかなか最近なかったんじゃないですか。まあでも何回かありますね、監督トークショーね。開幕戦違うか、うん、ある気はするけれども、うん、はい、まああまり仲良くはないんでね。そんなそんな、まあ、今本山監督がこうやってチームのウェア着てますけどね、はいはい、開幕戦の時にはですね、我々 の、 JRP チームの方に入って仕事してましたけど、ね、その紺色のシャツ着て、ね、テレビ解説してましたけどね、もうでテレビの解説し終わった後に短いお付き合いでございましたって、皆さん関係者にもう挨拶してたって。でもそれ言ったらだって次はだって、ね、ピットレポーターさん、ピットレポーターやってました。もう2年前か3年前はみんな居づらかったのかな。そういうことですか、このユニフォームが。はい、そうなんですか。じゃあみんな俺も杉尾も、ええ、現場の仕事がなくなるとすぐこっちにお願いしに行くなんか仕事ないですかと、ね、はい、いわゆる我々はセーフティーネットっていうやつでございましてね。いや、でもね、やっぱり昔からやっぱりね、よくね、一緒にフォーミュラ走ってたけど、うん、基本はやっぱりそのカートから上がってきて、はい、フォーミュラがやっぱ好きっていうのがあってね、うん、やっぱ面白いですよね、やっぱり現場でこう携われるっていうのはね、やっぱり、はい、まあ、現役のドライバーの時も辛いけどやっぱり楽しいっていうのがあって、でやっぱり今ね、降りてこうやって仕事すると辛いけど、うん、やっぱりこの緊張感っていうのは多分、うん、なかなかね、こ う、 う、ね、ないですよね。あ、まあ、結構ね、多分ね、フォーミュラーマニアみたいなレベルで、確かに、まあ、もっと詳しいのもあるんだけど、本当はね、もともとやっぱりフォーミュラーカーが好きで、ね、はい、ずっとね、フォーミュラーにこだわってきたんで。なるほど、はい、まあ、杉尾さんなんかも結構ピットでね、はい、あれですよ、コンクリートウォールのところにこうやってね、少しこうやってね、タブレットをこう見てる姿とかね、めちゃくちゃ監督、はい、もう多分ね、監督でどう見えてるかまでちゃんとコーディネートしてるんじゃないかっていうぐらい、はい、そのタブレット見てるときは多分電車電車見てる気が、電車の動画最近のことじゃないですか。最近電車ネタなくない？ちょっと電車ネタやりたいんですけど、ええ、なんか
で鉄道模型やるとお金かかっちゃうんで、今車にお金かかってるからどっちかにしろって怒られちゃって普通鉄道模型より車の方がかかりそうですか。いやかかりそうです、いやでもね、そう僕グリッドとかね、いろいろやっぱ見るんですけど、はい、僕らは多分本山さんもそうですけど、現役の時って速い車を絶対見に行ったんですよ、はい、だから最近のドライバーって結構あまり、まあ、見る人って少ないのかなとかって思って、そう実際フォーミュラーカーって、あの目で見える部分 で、はい、でウイングとか、うん、まあ、タイヤのキャンバーとか、うん、車高とか、うん、はい、結構こう下にこうやって潜ってあみたいなね、いや結構見える範囲はあって、まあ、いろいろ全部見てるとでも違うんですよ。そうですね。で、まあ、その自分のチームとの相対的な比較もできるし、うん、はいはい、ね、上の方の車は比較的こうだなと思ったらああいう方向がいいんだなとか。そうです。第2戦のね、はい、鈴鹿のね、金曜日の日にみんながあのピット練習とかしてる時に、うん、あれですよ、 PMU セルモインギングの坪井翔選手が、はいはい、もうあちこちの、ね、チームが車出したって言ったらダーッと走ってってね、うん、ウイングからなんか舐めるように見てたっていう、うん、やっぱりドライバーもそういう風にいろいろ他の車を研究するっていうのは大事なんだ。いや大事です。もうだから逆に今あのウイングっていうかそのピットロード通るじゃないですか、はい、大体あのフロントウイングとリアウイングの今何度っていうのは全部言えるようになってきます。そう、動いてるものを見るだけで大体何度って分かるんですか。分かるんです。よくねその次のねそのメモ帳持ってね、これもうメモってるだけで、何号車これこれこれって、はいはいはい、だから俺のとこ来たらもう来るなとか言って見るなとか言って須田監督が来たらもう、はい、なるほどね。だから結構あのもちろんその僕らよりもそのエンジニアサイドの方が、ね、その詳しいしよく見れると思うんですけど、やっぱりね、あのよく見てる人は本当によく見てますね。そうなんだ。まあ監督って言ってもね、いろんな監督いらっしゃいますけど、うん、一人一人やっぱりいろいろあるんです ね、 ありますね。一生懸命働いてらっしゃるっていうのはよく分かりましたけど、うん、確かに。でも、うん、グリッドウォーク、私もあのグリッドリポートをこちらの配信してるんですけど、はい、いろんな車で松田次郎監督見ますもん。会います。なんかここ見てたのに次行くとあれまたいるみたいな、あこっちにもいるみたいな感じで、本当に多分いろんな話をこう4人ぐらい疑惑でいるじゃないですか。いや多分グリッドウォークの時松田監督一人じゃないと思います。一人じゃないんだ、はい、でもね、こんだけ好きでこんだけ詳しいんだけど、はい、ね、ここ両方とも昨日予選ダメだったね。ダメだったつらいとこなんですよ。気持ちはね、僕らね本当にあの、早くしたいっていう気持ちあるんですけど、はい、なかなかちょっとこううまくまだいかないですね。ちなみに、昨日なんでダメだったの？え？昨日はなんでダメだったの？大雑把に言うと、だから、まあ、持ち出しセットってやっぱあるんですよね、工場からここへ持ってきたね。そう、はい、でそれがやっぱりいろんなことをやりすぎちゃって、多分ちょっとハマっちゃった可能性があるんで、そうなんですね。そこがね、やっぱりまだ僕たちにとってはベースっていうのが多分できてなさすぎてるのかなっていうのが、リファレンスがあれば戻るところあるんですけど、はい、今どこに戻っていいか分かんない状況なんで、あ、なるほど、ね、お家に帰れない状態になっちゃってるんですね、今ね。そうですね。そうか、出かけたまんまになっちゃってて、はい、まあでもあれですよ、まあ、昨日のね予選の、まあ、あれを言うと、僕がこんな言い訳めいたことを言っちゃいけないんですけど、ピットの位置でね、結構タイミングってやっぱり、そう、実際、ね、そう、俺のところは、まあ、車としてはね、まあ、いろいろ、まあ、前回からね、その松下が復活して、はい、まあ、チームをね、まあ、構成してやって、まあ、その岡山戦の次、今回に向けて、いろいろね、そのチーム内も変えたりだとか、まあ、改善できるポイントはやって、はいはい、車とね、その、かなりパフォーマンスは良くなったんですね。うん、まあ、実際、昨日でもきちんと走れてれば、まあ、3位前後は絶対にいけたっていう手応えがあって、まあ、ただ結果に残らなかったっていうのは、その言ったね、そのピットの場所だったりだとか、うん、アタックでいい時にいつもセクター3でマーク旗が出ちゃうとかっていうので、まあ、タイミングが取れなかったっていうところが ね、うん、まあ、残念でしたけど、うん、現実的にはちょっと厳しい感じにはしたんですけれども、まあ、それでもね、今日は今日でまたレースになればね、そうですね、もうそのピットの位置とか関係ないわけで、いろいろな多分ことを考えてらっしゃると思いますけども、うん、まあ、考えてみたらでもね、監督トークショーを超えてきてもらってますけど、お二人とも現役時代にはすごい成績をね、はい、上げてて、うん、あれ松田選手は開幕から何連勝したんでしたっけ、あの記録では。3連続ポールトゥウィンだったんです。うわ、3連続ポールトゥウィンですか。3連続ポールトゥウィン、4戦目で岡山でホイールが緩んで、でピットで僕暴れたんですよ。そしたら本山さんもなんかでリタイアして、いや俺は温厚なんで、いやいや、本山さん、なんか、椅子が飛んでました、ピットの裏で。椅子が飛んでた？すごいですね。どんな状況だろう。でも昔はなんかみんな激しかったですね、その本当だから、お二人とも現役時代がやっぱすごいからね。いや、ドライバーだけど、チームとかメカとかみんななんか情熱的だったな。ですよね、そうですね。特にね、インパルで一緒にね、まあ、競争したんですけど、ね、やっぱその中でも、
かなり激しかったし、そうですね、もうなんか本当に火傷するんじゃないかって周りの人間がね、それぐらいチンチンに熱かったと思うんですけど、はいはいはい、二人もね、今でも野尻選手がほら久しぶりにこう今2連勝できて3連勝っていうのが ね、今回あるかもしれないってなると、うん、なんかちょっとドライバー的にはどうですか、なんかアドバイスもし野尻選手にかけるとしたら。いやでもあのなんかねそういう流れがあるときは結構乗っちゃって結構ポンポンっていけちゃうんで、だから逆に今回も流れに乗っちゃったらね、行っちゃう可能性ありますよね。あ、予選はちょっと厳しかったですけどね、はいはい、うん、でもそういうのはねドライバーがすればアドバイスっていうよりも、はい、連勝記録を破られたくないんで、あ、それはありますね、そういうこと、逆アドバイス、はい、逆かもしれない、逆アドバイス、なんか意地悪するかもしれないでも3連勝したのって本山さんも1回ありますよね、はい、あるかもしれない、ね、あるかもしれない、あの開幕からじゃないかもしれないですけど、だから3連勝でリチャードとか、あとブノワとかもやってて、ハッちゃんも、あ、ハッテさんもやってましたっけ、開幕3連勝、あ、今出てくるすごいね、結構出てきますね、そうそうたるメンバーで、でもやっぱり優勝すると気分もいいんで気楽に次に挑めるって、やっぱいい方に転がっていける、いろんな物事がですね、そっか、じゃあやっぱ野尻選手も今はね、やりたいでしょうね、3連勝ってね、そうですね、まあ、僕は人の応援してる場合じゃないんだよそういう立場じゃないしな、自分たちが自分たちがそこ監督と違うとこ行っちゃった、自分たちがそこに行きたいんで、人の応援もしないです、そのレベルに僕らも知ってるね、やっぱりそれを知ってるから、うん、はい、チームとしてもドライバーとしてもそのレベルにやっぱ持ってきたいっていうのが行きたいよな、そう、お互い多分それがあるんで、松下選手はある程度なんか上のところまで来てる選手だから分かりますけど、うん、小高選手とかはね、そうそうそう、まあ、まだ本当に今シーズンルーキーだから育てがいがあるっちゃ育てがいがあ、それもありますし、だけどまだやっぱりちゃんと整ってないからちょっと小高選手にはもあのちょっとかわいそうなことをしちゃってる部分もあるんで、彼早いんですけど、うん、やっぱりなかなかこうね、その決まった状態じゃないんで、でうん、あ、それをなんとかね、あのちょっと小高選手が、ね、結果が出ないよ、ね、うん、なんかちょっとドライバー悪いんじゃないかって思われがちなんですけど、うん、意外と彼早いですからね、昨日も、誰でしたっけ、あの国本とコンマ3秒ぐらいしか、実質そうなんだセクターだけで見たら、ね、あの国本君も早いんだけど、はい、小高君 の早いところもあったんで、だなんとかね、車をなんとかこういい状態に持ってきてあげたいっていうのが今の現状ですね。そうですね、まあ、実際フォーミュラはやっぱり比較的ドライバーが中心で引っ張っていける部分って多いんですけど、でもやっぱり昨日の、ね、予選結果、まあ、いろんなね、その各チームドライバーが言い訳とかね、いろんなタイミングが悪い状況がある中、ね、結果トムスが、ね、はい、ワンツーって取るじゃないですか、ね、やっぱりそれはやっぱりね、チーム全体の力だとも思うし、うん、ドライバーがもちろん頑張ったと思うんですけど、うん、やっぱあれはすごいよな、すごいですね、2台を、ね、前に並べるっていうのは、でしかもジュリアーノがパッと乗っても、はい、まあ、そのジュリアーノも速いんですけど、やっぱりある程度決まってる車じゃないと、そっか、あそこのレベルまでは持っていけないっていうのがあると思うので、うん、その車に対して信頼感も何もなければ そんな攻められないですよね、でもジュリアーノのオンボード見たらめっちゃうまかったな、うまいですね、めっちゃうまいですね、そう、はい、うまい、雨の中の走り方したらもうほぼパーフェクトに近いぐらいな、もうあのトラクションのかけ方とか絶妙でしたよね、うまいあ、うまかったです、そうなんだ、はい、ちょっとレースもじゃあ楽しみだ ね、やってほしいですね、レースね、でも前線ませんね、レースできるのが楽しいって、乗れるのがね楽しいってね、レース選手もだからでも今見てると聞いてると楽しげにこういろいろ話してるの見るとやっぱり現場楽しいんだよ ね、そうですね、勝ち負けの世界だから勝つばっかりじゃなくていい、ええ、予選で10位以内にも入れてないから少しも楽しくないいや現場って意外と辛いですよ、やっぱり、なるほど、あの次の日結構もう繊維喪失するぐらい、まあそうなんだ、結構疲れますよね、でもやっぱりね刺激的な場所でね、やっぱり監督ってでもそれがやっぱり順位にこだわってやってるっていうことがやっぱり、まあ、それはすごくやっぱり、ね、あの楽しいし、そうですよ ね、その結果いい順位に行けた時にはやっぱりね、はい、そこに達成感は得られるので、うん、逆に僕たちがね、はい、本当に勝った時は、はい、多分2人とも泣いてるかもしれないですね。それぐらい多分あの勝った時の達成感は。なるほど。ちょっとじゃ あの公式映像チームはぜひ監督の泣きをですね。ですね。ね、勝った時には。まあ、ここで泣ければかなり幸せな状態。幸せ、そうですね。はい。まあ、そうなるために頑張っていくしかないですね。なんかこの監督の話聞いてるだけでも、はい、いかになんかスーパーフォーミュラのチームがね、はい、みんなで戦っててなんかすごくこうね、うん、すごく刺激的な世界なんだなっていうのを話聞いてるだけで分かりますよね。はい、感じますね。さあということで、まあね、進めてまいりましたけど、いよいよあれですか、コース上の方はちょっとね、うん、スーパーフォーミュラライツがセーフティーカースタートで今、ね、結構霧が減って、ここから先がちょっと
見えますね、いけますね、今ね。ね、今雨の方もあんまり落ちてないんで。100アールとかでも結構霧すごいですね。そうですね。状況的に1分2分でも 100% 変わっちゃうコンディションが。1分2分で、まあ、あとね、標高差があるんで、はい、高いところと低いところ、セクター3の下の方とか行くと結構霧があるのかもしれない。そうですね、これ見るとそんな感じですよね。ポストとポストの間が見えないと確かあのレースできないんで。そうですね。だから今多分これ、ね、この状況だとセーフティーカーでしばらく。ここは厳しいね、これね。ちょっと厳しいですよね。これでもセーフティーカーついてくるのもなかなか必死ですよね。ね、前の車となんかね、数十メートル離れたらちょっともう引っ掛けが見えなくなりそうな。そう、でも今日のもし雨だったら、うん、後ろの車がこういう状態です。あ、ね、そうですね。もう雨の巻き上がっちゃう水煙ね。そうそうそう、霧がない状況だとしても雨のレースってもう3位以下。はい、まあ、本当にもう見えなくなっちゃうので、うん、いやー、そうですか、はい、3位以下、やっぱりいかにフロントローとか前の方にいるかって、ね、いやもういなきゃダメですね、もうね、もう5位とか6位とか走ってる時はもうお願いだから、もうなんかマシントラブル出てって、そういう気持ちになります、本当に思うぐらい、本当怖い、思ってましたけど、うん、思うぐらい本当に見えなくて、本当に怖い、うん、あ、そうなんだ、いやもうこれ以上ないよね、ないです、何回か僕は追突されたりとか、はい、追突したりとかって昔よくありましたが、スタート直後とか、うわ、そうなんだ、いやもうたまに目つぶって走ってみると同じぐらい見えないみたいな、見えないです、いやでもそういうところでもね、プロのドライバーである以上なかなかね、ファンの前ではそのことレースがね開催されればやっぱりね全開しないといけないし、いやーすごい壮絶、壮絶ですね、はい、まあ、やっぱりね、そのまあきちんとね安全が確保される中で、まあレースが行われてほしいですね、はい、ね、まあもう本当にドライバーもやるぞってなったらね、もうスイッチ切り替えて多分コース上ではやるモードになるわけですから、行くしかないんでね、行くしかない、行くしかない、行くしかない、なるほど、はい、ということで、この後一応ね、今スーパーフォーミュラライツの方は、レースの方が ね一応セーフティーカーでスタートしそうです。ちょっといろいろ気になりますけれども、そう気になりますが、まあスーパーフォーミュラの方も一応今のところはですね、はい、レースの方ですね、ちょっとあの当初のですね予定とは変わってですが、はい、一応行う予定でスケジュールの方組まれてますので、はい、まあ、この後、そうですね、レースございますので、うん、はい、ちょっと、はい、まあ、意気込みと言いますか、そうですね、一言ずついただきましょうか、はい、監督にいただければと思います、はい、じゃあどっちからいきます、では松田監督から、はい、お願いします、そうですね、まあ、今年 BMAX レーシングとしては、まあ、2戦目で、まあ、今回のレース、まあ、ポイント獲得以上、ね、表彰台以上を目指してきているので、はい、まあ、ちょっとね昨日予選不運な状況で、ね、いい順位が取れなかったんですけど、速さはありそうなんで、ね、それを生かしてどんどん順位を上げられるレースをしたいと思います、うん、よろしくお願いします、はいはい、頑張ってください、あの田坂エンジニアも入ってきたんでね、はい、ちょっと面白くなりそうだなっていう予感はします、びっくりしました、僕あの金曜日いたらあれ田坂さんがいるとかってマジみたいな、田坂さんあれですもん、最初にあの僕も会った時に、はい、いきなり僕と会った時に胸にこうやって指さして、ここだからね今回ね胸に指さしてきましたからね、 BMAX って入ってました、だって田坂さんは僕 の F3 と、ね、スーパーあ、フォーミュラ日本の時の、ね、昔中島で、そうか、中島レーシング時代はエンジニアで組んでたんだ、はい、ね、僕ね、その今回田坂さん、ね、はい、入ってもらって、まあ、あんまりね、その今まで仕事では縁がなかったんだけど、うん、ね、いろいろ会話をする中で、うん、結構やっぱりね、あの人もフォーミュラ好きだな、フォーミュラ大好き、フォーミュラ大好きかなり好きですね、思いが強いのと、はい、まあ、その車作ることに対してもすごくいいなっていうのがあって、実際にね、ノブも車いいですってあ、そうですか、いうコメントが出てきてるので、おーおー楽しみだ、はい、はい、期待したいと思います、はい、はい、ということで BMAX 楽しみです、はい、はい、じゃあ松田次男監督、はい、はい、そうですね、まあ、ちょっと今すごい苦しい状態で、まあ、チーム苦しんでますけど、まあ、昨日もね、夜遅くまでちゃんとミーティングして、うん、まあ、今じゃなくてね、本当に2戦3戦、まあ、最終戦までにね、しっかりと体制が作れるようにね、やってるので、まあ、今日もね、ちょっと順位悪いんですけど、まあ、しっかり多分結構荒れると思うんでね、最後までドライバー頑張ってもらって、走ってればポイント取れるかもしれないんで、まずは、はい、ポイント獲得できるように頑張っていきたいと思います、はい、はい、ね、まあ、チーム2台体制ですから、はい、なんとか2台とも ねポイント取れるようなレースできるといいですね、はい、レース楽しみにしております、はい、以上でスーパーフォーミュラ監督トーク終了となります、松田次男監督、本山聡監督、ありがとうございました、ありがとうございました、決勝です、頑張ってください、はい、ピエールさんもですね、はい、こちらですね、ちょっとポールポジショントークがなくなってしまったんですけども、良かったですよね、でもね、はいはい、入れてたら今頃ジュリアーノ ねここで走れてないですからね、そうですね、はい、ということで、はい、ジュリアーノ頑張ってくださいよ、ダブルエントリーね、はい、はい、
監督トークですね、一緒に盛り上げていただきました。でこの後のコンテンツは12時35分後、あ、準備が整い次第ですね、うん、準備が整い次第自動車評論家諸角武子さんにお越しいただいて、私と、水村理央さんと一緒に決勝直前のテクノロジーラボラトリーお届けしたいと思います。はい、まあ、ちょっとね、刻々と変わる天候、あの天候のね、部分だったりとかね、いろいろとどんな決勝レースが待ってるのかですね、はい、予想してお話ししていきたいと思います。それでは、次のコンテンツまでお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。